ウィリアム法話による肖像画1750年代末。ヘンリー・ファインズ・ペラム・クリントンはグレート・ブリテン王国の政治家。1772年から1778年まで庶民院議員を務めた。1752年から1768年までクリントン教の儀礼称号を1768年から1778年まで リンカーン伯爵の儀礼称号を使用した。第9代リンカーン伯爵ヘンリー・ファインズ・クリントンとキャサリン・ペラムの次男として1750年11月5日に生まれ12月3日に洗礼を受けた。1752年に兄・ジョージが死去すると父の法廷推定相続人になった。1763年から1767年までイートン・カレッジで教育を受けた。 1772年5月にアルドバラ選挙区で庶民委員議員に当選。1774年イギリス総選挙でノッティンガムシャー選挙区に倶替えして再選した。議会ではノース共生権を支持したが演説の記録はなかった。1774年にロンドンのセントジェームズにあるアーリントン街22番地の邸宅を継承、移行し揮までそこに住んだ。 1778年10月18日に、フランスで死去した。ウェストミンスター寺院に埋葬されたという説があるが、完全貴族名官第一版では誤りだとしている。1775年5月22日、フランシス・シーモア・コンワイと結婚、一難一条を設けた。ありがとうございます。